ポケモンバトルの世界王者を決めるポケモンワールドチャンピオンシップス2023が11日パシフィコ横浜で開幕、13日まで。サンケイスポーツは特別号外を作成し、全国約100カ所で配布を行った。会場に近い桜木町駅前広場は午前11時に配布を開始。はじめすると、次々と人が集まり30分ほどで予定部数の配布を終了した。葛飾区から訪れた富岡翔子さんは20年以上のポケモンファンで、少女にポケモンを、布教中。紙面を受け取り、これを機に好きになってくれたら、とうなずき、娘のあちゃん、5、はイラストを見て、かわいい、と微笑んだ。